しかし、あなたの意見に合わせるとこの物語はサスペンスになってしまうぞ。私が書きたいのは論文だ。論文とは何かわかるか？厳密さが求められるんだ。では君の言葉を借りて、厳密さを求めるのであれば、最初からタタラスナの疑惑などというテーマにはするべきじゃない。決めつけられないことなんだから、交渉として書くことしかできないだろう。課題は確かに恩師から受け継いだものだ。だがこういう話というのはどうしたって興味をそそられてしまうだろう。不可思議な場所、知られざるその細部、謎の人物。好奇心からそうした論文を書きたいと思い立ったんだ。だからあなたに頼んでいるのではないか、沢田先生。赤羽さん、僕にお願いしに来た以上は、もっと僕の意見にも耳を傾けてもらわないと。ドラマ性というのは小説の核心。こればかりは仕方のないことなんだ。いや、それは。あそこの二人、タタラスナの話をしてないか？でも、あれは稲妻の地名だよな。スメール人が稲妻の謎の事件を研究してて、そのために論文まで。周りの人はおかしいとも思ってない様子だし、スメールの学術的雰囲気ってやつは本当に自由だな。おう、ちょうどあいつらが話してるタタラスナの疑惑が何なのか確認してみようぜ。では、書稿は私の交渉をもとに沢田先生に編集してもらう方向で進めよう。今回の文章においては、きっとあの失踪した歌舞伎者が論説の肝となるだろう。あの名高い旅人が見つかればいいのだが、彼女は見識が広いという話だ。何か知っているかもしれない。お、こちらが旅人さんか。おい、その顔はなんだよ。オイラたちを疑ってるのか？いやいやいや、もちろんそういうことではない。旅人さんのご存命は稲妻にいた頃から耳にしている。初めて君とその謎の白い仲間を目にしたもので、好奇心からつい観察してしまった。職業病というやつだ。すまん。沢田先生と来たら全くすまないな。私たちはどちらも家に長くこもる性分ゆえ、少々社会性に問題があるんだ。旅人さん、あなたはみんなをたくさん手伝い、いろんなところへ行ったと聞いている。そこで一つタタラスナの話をしてくれないだろうか。けどオイラたちもあそこについてはよくわからないんだ。お前たちが話しているのを聞いて興味があったから来たんだ。ああ、やはりそうなのか。前に恩師もこの課題を選んだのは難易度が高くて挑戦のしがいがあるからだと言っていた。稲妻の現地の人でさえタタラスナの昔の出来事はあまり知らないからと。ただもしよければの話だが、皆さんに僕のタタラスナ事件に関する創作の方向性を見てもらいたい。ちょっと待った、沢田先生。最初からそれだと分かりづらいのでは。それもそうだな。じゃあまず若葉さんの論文の書稿を見てもらおう。うん、紹介しよう。まずタタラスナ地区でとある資料を見つけた人がいたんだが、その中では神輿長政という人が良い刀を打ち出したことに言及されていた。しかし彼は最後にこの刀を火に投げ入れて溶かしてしまったらしい。その上、葛城という手下を殺してしまったというんだ。理由については誰にもわからない。ただこの長政とその手下、そして物語を記録した人物以外に、資料の中にはとある歌舞伎者についての言及があった。稲妻において
この単語は特異な格好、あるいは行動する奇妙な人を指すようだ。そうだ。赤羽さんの恩師もそれなりに本土で調査をしていて、どうやらこの歌舞伎者はタタラスナでしばらく生活した後姿を消したらしい。その後に先ほど言っていた変な事件が起きた。一人の変人がいて、そいつがいなくなった後に殺人事件が起こった。どう考えてもおかしいぞ。だろう、僕もそう思ったのだ。だから当時タタラスナで起こった事件に関する細かいところを聞き回ったのさ。そしたらなんと。いきなりでかい声を出すなよ。大事なところだからちょっと強調してみたんだ。そしたらなんと、僕のとある友人が幕府の資料室で働いていて、関連を探る手伝いをしてくれたのだ。先ほど出てきた人々は皆400年前の稲妻で生活していたことがはっきりした。当時のタタラスナはすでに稲妻における精錬工業の中心地だった。そこの最高責任者は庭という官僚だったのだが、面白いことに彼もまた最終的には行方不明となっていた。失踪したやつがもう一人？まさにその通り。しかも庭という名字、これがただものじゃない。稲妻の精錬鋳造の名門を知っているか？精錬鋳造といえば、それって一心殿とかか？おや、よく知っているな。なら話は早い。この庭というのがあの一心殿最後の後継者である楓原家の縁石だったのだ。その楓原家も後に事件があって落ちぶれたという。詳細な経緯はよく知らないが、これだけ要因が重なっているとどうもいろいろと想像してしまうな。楓原家。沢田先生、一番大事なところを忘れているぞ。おっと、僕の記憶としたことがここ一番を忘れていた。皆さん、ここからが本当に大事なところだ。信じてもらえないかもしれないが、これは僕の生涯の中でも前代未聞の。もったいぶらないで早く。赤羽さんの恩師の資料によれば、九段の歌舞伎者は人間ではなく人形だったというんだ。人形？おや、お二人の表情から察するに関係ある話を聞いたことが。いやいや、ただ人形なんてものが物語に出てくるのが変だなと思って。お前の言い方のせいで階段みたいになっちゃったじゃないか。そう、僕もそう思った。しかし稲妻には確かに人間でない種族がいることを考えると、人形が出てくる事件があってもおかしくはない。だからこの作品を書いたんだ。というわけで、一つお目通しを。ぜひ私の論文の書稿も一緒に。先生は私の論文を彼の創作の方向性に合わせてほしいと思っているようだ。だが私は論文とはもっと現実に即したものであるべきだと思っている。細かいところ
すべて不思議な力で片付けてしまうべきではない。沢田先生のお話の中ではっきりと言えない部分をすべて政治的要素に結びつけるのはどうだろう。例えばこの事件の本質はいくつかの勢力の縄張り争いだったとか。論文ってそんな適当にでっち上げていいものなのか。おいらてっきりお前が書いてる方が小説なのかと思ったぜ。赤羽さん、君の恩師があれだけ時間をかけて積み重ねた調査と僕の人脈をもってしてもたったこれだけの資料しかなかったんだ。もうこれ以上は深入りできない。しかも本当に君の言う通り、この件が極めて重大でよその勢力闘争にまで関係しているのならなおさら真相を知るつてなんてないだろう。はあ、それもそうだな。もう少し考えてみるよ。少し時間をくれ。新しい切り口を考え直す。まだ用事があるから先に行くぞ。論文頑張ってくれよ。ありがとう。もしこの件に関する情報があればぜひ私に教えてくれ。頼んだぞ。おい、さっき言ってた件だけど、三票と関係があるんだろ？じゃあ、もし何か分かったとしても、参考として教えてあげられることなんてないよな。だって、三票のやつはオイラたちに倒されて囚人になったんだぞ。普通こういうやつの情報って全部極秘情報ってやつになるだろ。オイラに言わせれば赤羽は課題を変えた方がいいと思うぞ。課題なんてものは世界中の大樹くらいいっぱいあるんだ。別に。うわあ！おい、さっきの人影を見たか。いきなり通り過ぎてった。あれ、あっちに行ったけど、あれは残票？いや、そんなはずないぞ。だってあいつは閉じ込められてたはずじゃ。早く追いかけてみようぜ。旅人にパイモン来たのね。ナヒーラ、さっき外で残票が堂々と歩いてたのを見たぞ。あいつは閉じ込められてって。うわー、いる。やはり来たんだね。おい、なんでお前がスラサタンナ戦車にいるんだ。閉じ込められてたんじゃないのかよ。あなたたちが気にするのもよくわかるわ。この訳は私から説明させて。残票の釈放は私の意思によるもの。私たちの間にとある取引があって、彼は私に代わって世界樹内での調査をしてくれているの。取引？どうしてあんなやつを信じるんだよ。スメールがどうして僕を生かしたと思う？考えもしなかったかい？それとも僕に死んでいてほしかった？なら、なぜあの時とどめを刺さなかった？うぬぼれすぎだぞ！ナヒーダがお前にはまだ謎があるって！
じゃあその謎がなくなったらさっぱり手を下せると。おお、それは成長したね。ついに優柔不断を捨て去ることができたんだ。あら、もう喧嘩を始めてしまったの？困ったわね。少し冷静になってもらえる？オイラたちは心配してるんだぞ。ナヒーラ、こいつに騙されちゃダメだ。君みたいなやつはなかなかいないよ。あろうことか知恵の神の知恵を疑うなんてね。実に面白い。おい、仲違いさせようとしても無駄だぞ。合理的な条件の取引であれば、相手が残票であっても私は問題ないと思うわ。もちろん、君はあの博士とさえ取引したほどだ。その誠意は信じるよ。ええ、彼の手から価値のある情報を交換できた。この点についてはいずれもっと知ることになるでしょう。この前の一戦で残票の力はほぼ消耗した。今の彼は私たちにとって戦略的な脅威となることはないわ。むしろ微妙な状況に身を置いているの。それに彼はファデュー執行官第6位だったこともあって、多くの秘密を知っているはずよ。そんな彼がスメールに閉じ込められている状況だから、ファデュイの態度は気になるけれど。ちょっと待てよ。だったってことはもう執行官じゃないのか？できれば私もそう言いたくはないのだけれど、でも博士は歯医者を連れて帰るつもりはないみたい。つまり、世間の大半は利用する者とされる者の関係にある。これこそが一番安定した人間の関係なんだ。ファデュイと僕、あとは彼ら同士の間さえそうであるようにね。価値さえあれば誰も捨てられない。だけどこの件が終わって僕が一部からの信用を失ったことは認めざるを得ないようだ。ファデュイ内部は僕の用途を再評価しようとするだろう。僕も自分のために退路を残しておかないとね。この間話し合ったように、私は命を傷つけることが嫌い。あなたも守ってくれる場所が必要なら他の勢力に身を寄せるのはどう？見ての通り、目の前の二人はもう反対を表明している。違うかい？そして君はこいつらの友人だから自然とそちら側に立つ。当たり前だろ。ナヒーラ、こいつのデタラメを聞いちゃダメだ。ではこのことはまた後で話し合うことにしましょう。まだ時間はあるわ。とにかく今日のことは試みの一つだと思って、協力してこれを今後の判断に生かしましょう。わかった。僕は約束通りに動くとするよ。行ってきて。連絡は取り続けられるように。ナヒーダ、今回決めたこと本気なのか？ええ、というよりこの決定を下したのはあなたにも関係があるからなの。そう、私は以前世界樹にはあなたの血縁者の記録があるって言ったわね。あ、そうだぞ。今日お前を探しに来たのもそのことを聞こうと思ったからなんだ。もっと情報はないか？ええ、あの時ファデュイの方ではあなたの血縁者の情報を降臨者の範疇に含めなかったと言っていたことは覚えているはずよ。これが重要なの。もしかしたらファデュイは
私すら知らない情報を把握しているのかもしれない。ファデュイの一員だったザンヒョウならこういった情報の把握は私より正確かもしれないわ。もう少しで新たな神になれた彼は権能を与えられ世界樹とつながることができるようになった。神の心を失った今でさえ彼の体内にはまだ少しつながる能力が残っているの。世界樹内部の情報量はあまりにも膨大で私でさえ全てを事細かに網羅するのは時間がかかる。だからこの方面に詳しいザンヒョウに私の代わりとなって世界樹で降臨者に関する全ての内容を探すように言ったの。そうだぞ、とにかくオイラはあんなやつ信じないぞ。あいつには散々邪魔されてきたからな。分かっているわ。ただ時には立場が全ての前提となる。未来のことは彼がどんな情報を持ち帰るのかによって決まる。それに旅人、私はずっとあなたが願っていることを知っていた。私たちは何度も意識をつないだから、あなたの心のどこかに強い思いが隠れていることをね。あの感覚は闇夜の中でただ一つの灯火を探しているようだった。ザンヒョウに用心することは私がスメールの神としてすべきことでもある。でも私はあなたを友達だと思っているから、ずっとあなたのために何をできるのかを考えていた。あなたが昼夜問わずに思い続けているその答えを手に入れられるのであれば、ザンヒョウとの取引も喜んでやるわ。そう遠慮しないで、あなたはスメールの英雄だもの。これはそれにふさわしい報酬よ。でもやっぱり安心はできないぞ。何かオイラたちにできることはないか。あなたたちに連絡しようと思ってたの。でもその前にあなたたちが私のところまで来た。これは一種のテレパシーと言えるわね。実際あなたに依頼するつもりだったわ。私の代わりにザンヒョウを監視するように。力がほぼ失われたとしてもザンヒョウは執行官。あなたが彼と一緒に行動してくれると私も安心できるわ。もちろんあなたたちが世界樹を進むためのガイドができるよう、外からではあるけどナビゲーションの形であなたたちのそばにいるから。うん、ではお願いね。準備をして、もうすぐ世界樹へ送るわ。おお、世界樹のある環境は前とだいぶ変わったな。色が穏やかになったのは今のスメイルが平和だからだよな。なんだ君たち、もっとのんびりしてくるのかと思ったよ。僕が一足先に世界樹に入ったのが心配で、お友達との世間話さえ惜しんだんだね。こいつ囚人のくせに、なんだってそんな偉そうな口の聞き方なんだ。囚人が監視につきまとわれること自体は至って普通だ。だけど今は僕の極外運動の時間だってこと、きちんと認識してもらわないと困るな。うまく合流できたようね。注意しておきたいことが一つあるわ。じきにあなたたちは世界樹の内部に入ることになるけれど、そこはその特殊さゆえにずっとスメールで最も重要な存在とみなされてきたの。通常エリアと違って世界樹の内部には情報やデータで構成された本流しか存在しないの。世界樹内部での行動は常に最大限に警戒する必要があり、
必要のない行動は厳に慎むべきよ。あなたたちの間に積もりに積もった恨みがあることは百も承知だけど、世界樹に入ってからは内輪揉めは絶対に禁止よ。これはあなたたちの安全のためでもあると思ってちょうだい。わかったよ。これから大事なことをするのに免じて、しばらくはあいつと平和に共存してやる。気まずいのはなしにしよう。後で一緒に行動するんだからね。クラクサナリデビとの約束通り、僕が先陣を切る。経路探索、危険の排除などは僕に任せて。君たちはおとなしく、お目目を大きくして待っていてくれればいいよ。ふん、オイラたちより冒険の心得があるように聞こえるぜ。随分な自信じゃないか。他の用事がないならさっさと出発するべきだ。それともまだ心の準備ができてない？もうちょっと時間が必要かな。なあ、もうこいつの口の聞き方嫌だぞ。しつこい。始めていいよ。世界樹へのアクセスを許可。アクセスプロセス起動。これって小さな苗木か？もうこいつ、オイラたちもすぐ追いかけようぜ。それになんか怪我すことが許されないって感じがするぞ。世界樹はテイワット大陸全体と密接に関係していて、その内部に流れる全ての情報に意味がある。驚いてばかりで時間を無駄にしないでよね。出発するよ。なんでかわからないけど、あいつの言うことに素直に従いたくないんだよな。クラクサナリデビ、これから世界樹の中心に向かう。中心の場所はまだ感知できるわよね。なあ、情報の検索だけど、あそこでやるのはどうだい？許可するわ。行ってきてちょうだい。行こう。しっかりついてくるんだね。勝手に走るなよ。おい、そのここで勝手に走って道に迷ったらどうなるんだ？何笑ってるんだよ。想像していただけさ。君が迷子になった時、果たして旅人がどんな表情をするのかをね。ここで何も起こらないと保証できる人なんて誰もいないんだ。安全のため僕にしっかりついてくる方がいい。バラバラになったんだな。世界樹内部の情報だ。勝手に触るな。騙すというのは時間と場所をわきまえるものだ。今はそのどちらも着いたよ。でっかい木だな。
クラクサなりデビ。あの場所に着いたはずね。準備はどう？いつ始めてもいいよ。じゃあ準備してちょうだい。意識の本流へのアクセス準備開始。アンカーを設置。スカラマッシュのやつ、まさか本当にナヒーダのために働いているなんて。あんなやつでも死ぬのは怖いんだな。後のことは頼んだわ。新しい発見があればぜひ私たちに教えてちょうだい。ああ、うい、オイラたちは逆にやることのない暇人になっちゃったぞ。旅人ダイモン、少しお話ししない？そうよ、タイモンも誘ったわ。うん、頭の中で直接会話ができるのか？そういう風に理解してもらっても構わないわ。それに私たちはもうお互いを知ってる友達でしょ。たまにはこういう風におしゃべりするのも悪くないわよね。おう、新鮮だな。悪くないぞ。そうだ、さっきから聞きたかったんだけど、スカラマッシュってなんか矛盾してると思わないか？話すときはいつも挑発的なのに、仕事をしてるときは妙に真面目なんだよな。言ったはずよ、彼にはまだ謎が残っていると。そういう事情は私の視点だからはっきりと見えているけれど、彼自身は全く理解していないみたい。もしかすると彼は今日答えを見つけるかもしれないわね。さすがの思考ね、緻密で賢いわ。彼の心のあの部分に触れたなんてね。確かに裏切りこそが今の彼を作り上げたと言っても過言ではないわ。おいらてっきりああいうやつは怖いものなんて何もないのかと思ってたぜ。結局大したことないじゃないか。人は皆大なり小なり自分だけの過去を持つのよ、パイモン。ザンヒョウがたとえ雷神によって作られた人形だとしてもね。人形といえば、今日教令員の前で論文について議論している奴らを見たぞ。あいつらのお題はなんとタタラスナの事件だって。ナヒーダ、そのことは知ってるか？タタラスナで起きたあの謎の事件や、それに歌舞伎もののことなら知ってるわよ。本当か？あいつらから聞いた話だと、タタラスナの歴史にはいろんな疑わしいところがあって、今ある情報は全て想像から補足したものらしいぜ。あら、面白いわね。その二人、想像力だけでこんなに有力な情報を推理できたなんて。まさかあいつら結構当たってたのか？少なくともタタラスナがかつて何かによって被害を受けたという点においては当たっているわ。魂が三つも集まって世間話かい？賑やかだね。いつだって僕が参加できない話題ほど魅力的じゃないものはない。くえ！お前なんで急に喋ったんだよ！わざわざ僕を避けてお話ししてるんだ。きっと僕について議論してるに違いないと思ってね。それもそうだ、囚人が歓迎されないのは至って普通なことだよね。それでお前は何
か見つけたのかよ。まだ探ってる。でも過大な期待はしない方がいい。君と君の血縁者は世界の外から来たんだ。世界樹に全く記録されていなかったとしても不思議じゃない。待てよ、お前ずっとそのことを知ってたのか。それともナヒエダが教えてやったのか。僕たちは何度も会ったじゃないか。君は有名人なんだし、君に関連のあることを知っていてもおかしくないと思うけど。今の君と僕の間に必要なのは平和さ。自ら求めて不快な目に遭う趣味もないから、平常心で会話することくらいはできるよ。ん？待て。この光、苗木のように見えるけど、一体何なんだろう。無名のデータ。おい、約束を忘れるなよな。オイラたちにも教えろよ。しつこいな。おとなしく待っていなよ。ニワ様、本当に危険を冒してまで行くつもりですか。タタラスナの核心要路にも関わっています。軽率な行動はおそらく炉心に入る上で拙者より良い人選はおらぬ。そうですか。あなた様がそう決めたのであれば。これは祟り砂にたどり着いてからもうだいぶ経ちますが、あなた様といい、神輿長政様といい、ここにいる皆様の親切寛大さには言葉もありません。あなた様のいる祟り砂は温かい集落のようで、巨大な村のようです。人々は充実した有意義な生活を送り、熱意を抱きながら暮らしています。私の知る限り、将軍様は長年にわたり稲妻の大地に猛威を振るう邪悪な妖魔を退治してきました。タタラスナという場所も当初は消化骨髄を消費するために設立されたと存じております。消化骨髄を消費するために鍛造業が盛んになり、代々続く刀の職人が生まれました。世に名を馳せた者もいれば、黙々と一生を過ごした者もいました。伝承はこのようにして継がれてきたのです。技術、血筋、夢、この工業に魅せられた全ての職人たちは刀と鋼の中で自我を求め続けてきました。あなた様が私や赤目さんの提案を受け入れたのもそのためなのでしょう。エッシャー殿、赤目殿が言っていたでござる。お主が稲妻を訪ねてきて、偶然に彼と友情を築き、共に技術を研究しておらねば、こうも早く鍛造技法を改善する術を思いつくことはなかったであろうと。お主は共に研究した技術を赤目殿に譲り、その後彼は技術を拙者に売ってくれた。今やタタラスナの炉心で回る鉱石のすべては新技術によって精錬されたものでござる。それだけでなく、お主もタタラスナの顧問の一人としてここに滞在し、我らに付き合ってくれた。お主の到来は我らの生産や鍛造の様式を変えてくれたのでござる。過分なお言葉恐れ入ります。もともと稲妻の鍛造業を鑑賞できることは実に喜ばしいと思っておりましたが、あなた様方と共になれたのも私にとって光栄なことです。しかしエッシャー殿、本当にそれだけであろうか。と言いますと？今日まで物事の全てをつなげて考えたことはなかった。
それはこのように邪推することも、そうせざるを得ないほど事態が悪化していると信ずることも、いずれもしたくはなかったからでござる。新技術の実用化を受け入れたことで我らは何を得た？怪しい黒煙、滞留する問題、職人の体力の損耗や死傷の比率は上がり、それらが発生する間隔は日ごとに縮まってきておる。知っての通り、最近まで炉心内では怪しい汚れのせいで死人が出ていた。情報を抑えて外部の人間には真実を公表していなかったが、そのあたりは拙者よりも詳しいはずであろう。拙者、外へ助けを求めに行った者は誰一人として帰らなんだ。己や拙者の友である歌舞伎者も、あの金色の羽を持って鳴上島の将軍様へ謁見しに行った。これは我らの最後の希望と言っても良いであろう。かような状況になっても、拙者、己は何も恐れていないのであろうな。出なければどうしてその顔にまだ微笑みが張り付いているのか説明がつかぬ。これはただ驚いているだけです。あなた様からこのような本心からの言葉を聞けるとは思っていませんでしたから。この推測はあなた様の心の中に長くあったものなのでしょうね。神輿長政様もおそらくはこの一連の事件の裏にある共通点に気づいたのであろう。つまり己のことだ、拙者。ただ神輿様は強直なお方ゆえ、行いも拙者より用心深い。噂によりますと、神輿様は将軍に切り伏せられた幼女トラチオの養子であり、家族の汚名を晴らすために検討してきたと聞いています。行いが用心深いのも当然のことです。そこまで内情を知る者が遠路はるばるフォンテーヌから来た一階の機械職人というのは少々役不足ではなかろうか。丹羽様がおっしゃっているのは、私に公方の職でも見繕っていただけるということですかな。しかし残念ながら、私は技術に好みを捧げるつもりでして。もう良いであろう、拙者。拙者がここに立っているのは炉心内部で邪悪な力が猛威を振るっているため、それを解決するためには己のよこした邪水を吸収できる装置を持ち、危険区域に入る人間が一人必要なのだ。拙者はここの責任者ゆえ、その席を追い、勇気を持って死へと赴こう。だが拙者、己は何を待っているのだ。その目を見れば私を深く疑っていることは明白ですね。今さらその芝居を続ける必要もなかろう。己が誰であれ、タタラスナを破壊する計画はうまくいったようであるからな。ただ知りたいのだ、ことここに及んで一体何を待っている。ここにまだ己の好奇心に対する答えがあるというのか。丹羽様、私はこの時を待っていたのですよ。このようにあなた様の話を聞き終えてから決して炉心へ入れぬよう阻止する時をね。己は、私の予想より少しは賢かったようですね。少なくともここに着いた当初はうまく偽装できていたと思ったんですがね。まさか当時からすでに私の情報を探り始めていたとは思いませんでした。稲妻とフォンテーヌは遠いですからね。あなた様の配下がエッシャーという名前は偽名であり、フォンテーヌから来てなどいないと確認するまでかなり時間がかかったはずですが、それでもなお
あなた様は私の正体も、このタタラスナの何がまだ私を引きつけているのかも想像だにできなかった。お前ごときにこの私が仕掛けた罠が見破れると、まさか本気で思っていたのか。拙者を殺めてしまえば炉心に入る人間がいなくなるぞ。この地を滅ぼすつもりか。いやいや、まだもう一人いるはずだ。人間だとは思われていないかもしれないが、彼にそうだと告げたのは他でもないお前だったな。お主は人形などではない人間なのだ。違いといえば心が一つ少ないだけではないかと。己の背後にまだ他の勢力がいることは遅かれ早かれ露呈することになる。しかしどうしてもわからぬ。これらのことにあたって何を意図している。本来であればより徹底的にやれたはず。違うか。それは無論鑑賞と実験のために決まっている。何せ私は尋常でないほど辛抱強いからな。もちろんもし気になるなら本当の名を教えてやることもやぶさかではない。私のことはファトゥス、博士と呼ぶがいい。ファデュイだと。何をするつもりだ。お前たちの国に少しだけ本当に些細なトラブルを起こしに来ただけだ。故に己は技術を改善し、消化骨髄に含まれる邪水の力を最大限に発揮できるようにさせた。お前のように身分のある人間も死に際にはそんな凶暴な顔を見せるんだな。私が作った装置は本物だ。外の人間に悟られず、この災難を解決するには、あれが必ず必要となる。ただあの装置が、お前のために用意されたものではなかったというだけだ。憎しみを持つほど、人間はより簡単に邪水に取り憑かれる。だから思い切って怒ってくれていいぞ。この心臓が人形に入った時どんな効果をもたらすのか見てみたいからな。どうせお前がいなくなれば遅かれ早かれあの純潔な人形を利用したがる輩が現れる。人間とそうではないものが友達になる理由なんて他にないからな。拙者の心臓を彼に渡すのであれば、彼に伝えてくれ。長政様も拙者も皆彼のことを仲間だと思っていると。彼が自らを証明するために何かをする必要はない。人と人の間は理解だけではないのだ。そうなるのは博士とやら己のようなやつだけだ。なんと美しい理想か。この私でさえ少々の罪悪感を覚えざるを得ない。そうだな、お前を尊重して私自身の定義を変えてやろう。お前さえ良ければ私のことを化け物、あるいは君とでも見るがいい。お前が死んだとしてもそれは愚かさのゆえに殺されたのではなく、超越できないものに負けただけなのだ。丹羽様よ、楽しみに待とうじゃないか。
果たしてお前の友達の人形は人間になれるかな。いいや、もちろん不可能だ。ん？庭？おっと、もうこと切れたか。実に残念だ。さて、どうけよ。これでお前から預かった任務は完了だ。ギャップを作り、稲妻の動きにはめ込む。実に面白かった。では、一人の人形を紹介しよう。もし彼に使い道があれば、私たちの同志になってもらう。そうでなければ、塵になってもらうまでだ。ドットーレ。ドットーレ。いいね、実にいいよ。さっきのは博士？あいつフォンテーヌの職人になりすましてたってことか。でもどうしてオイラたちが見たのはあいつ視点のものだったんだ。博士に触れ、断片をすべて取り除いたかを確認したとき、彼の心の中からこの記憶を読み取ったの。あなたにとってこれは真相と言えるものでしょ。こんなものは全く無意味だ。そうかしら。けれど記憶の中の庭はあなたを裏切らなかったわ。あの時タタラスナであなたが装置を炉心に持ち込むよう仕向けたのは彼ではなかった。その意味は私よりもあなたの方がよく分かっているはずでしょ。オイラたち、場所を変えようぜ。あいつなんだかすっごく怒ってるみたいだし、近づくのが怖いぞ。彼に感情を消化する時間を与えてあげた方がいいわ。オイラ、タタラスナのことはまだはっきりしてないけど、あれが博士の仕業だったってことはわかるぞ。どうしてあいつはそんなにムキになってるんだ。今までそんな風にパイモンを騙した人はいなかったから理解できないのも無理はないわ。おそらく遅かれ早かれ彼はこの情報を知らなければならなかったわ。これ以前のことはあなたたちも知ってるはずよ。歌舞伎者はカツラギに拾われ、タタラスナの人々と共に暮らした。その後博士がフォンテーヌの職人に変装し、一連の騒動を引き起こしたの。全ては博士が意図的に仕組んだ恐ろしい実験。それは未来の稲妻に発芽させる災いの種を埋めるためだけに行われた。そしてザンヒョウも博士の実験に巻き込まれ、実験対象として大いに注目を浴びることになったのよ。その記憶の後、真相はこうなるの。博士は庭の心臓を装置に組み込み、それをザンヒョウに渡して炉心の中心部に入らせ、溶錬による汚れを全て吸収させたの。予想をはるかに超える負荷だったけど、ザンヒョウは生き延びた。彼は疲弊して炉心から離れるとき、職人に問いただした。この装置が自分を守ってくれたようだ。中身は何だと。そして職人は答えた。庭様は罪を恐れて出奔されましたが、あなたへ贈り物を残されました。罪なき従者から奪った
あなたにとって念願のものであるとのことでしたと。そう言って職人は枯れた心臓を装置から取り出した。残響は想像もしなかった。自分が渇望していたものがこのような残酷な形で目の前に現れることを。他人を殺して奪った心臓は確かに不吉なものだけれど、それが汚れから身を守ってくれたなどということを。彼は自分が庭に完全に裏切られただけでなく、その裏切りによって生き延びてしまったと思い込んでいる。怒りと悲しみがこみ上げた残響は心臓を強く地面に叩きつけて、断固としてタタラスナを去ったの。そうだったのか。つまり博士は罪のない人を殺しただけじゃなく、それを死んだ人のせいにしたってことだよな。まあ、なんてひどいんだ。そうね、それを理解してこそ彼は初めて進むべき未来への道を選べるわ。ドットーレ、よくもこんなこと。庭は鼻から罪を恐れて逃げたわけじゃなかった。お前が彼を殺したんだ。僕を心配してくれているのか。僕たちの間にあんなことがなければ危うく僕も君たちのお友達になれるかもしれないと思ってしまうところだ。もちろん約束は守るよ。おい、まさかお前、オイラたちの知りたいことを調べてくれたのか。僕たちはそのためにここにいる。違うかい。ただ残念ながら世界中に降臨者についての記録がないことは確かだ。あなたがそう言うのなら、どうやら本当に世界中は降臨者を記録しないようね。世界の外から訪れし者がテイワットに属することはないんだわ。要するに収穫なしか。そう焦らないでよ。なんだいその落ち込んだ顔は。個人的に少し情報をあげるよ。え、お前何か知ってるのか。君の兄が世界中に記録されていたのはカーン・ルイヤと関わりがあったからかもしれない。噂によると彼が初めてこの世界に降臨した場所こそまさにカーン・ルイヤだったという。そして彼がこの世に降臨した原因は天空が召喚に応じたからだと。天空が召喚に応じた。これは道家の口から聞いた言葉だ。間違いはない。彼はかつてカーン・ルイヤの宮廷魔術師を務めていて、君の兄と一緒に過ごしていたことがある。詳しいことは僕もわからない。信じるかどうかは君の自由だ。僕が言いたいのはこんなことで君を騙したりはないってことさ。クラクサナリデビ、君も聞こえただろ。ええ、驚くべき情報ね。世界樹からの情報じゃないけど僕の収穫と言えるかな。価値はあるかい。とても価値があるわ。そうか、
なら次はプライベートな時間だ。え、お前何をやったんだ。クラクサナリデビの言う通り、僕の力は残りわずかだ。残存する神の力を尽くしても、この障壁を維持できるのはほんの少しの間だけだろう。君に教えた秘密は感謝を受けるに値するはずだ。見返りとして今僕の質問に答えてほしい。僕の手を取って。こうやって会話するのかな。聞こえるかい。いや、それはもう無理だ。君と少し言葉を交わす程度が限界だろう。教えてくれ。この世界で歴史が変わったことはあるかい。これでいい。何があったんだ。お前ら一瞬手を掴んでたのが見えたけど。いや、ただ助けてくれたお礼をしただけさ。じゃあね、君たちも早くここから離れた方がいい。相変わらず勘がいいね。だけど僕たちはもう会うことはないだろう。残響、それに歌舞伎者、この二つの名前は存在なき者となる。タタラ砂で死んでいった。僕と関わりのあった者たちは別の人生を歩むべきだ。おいスカラマッシュ、お前何かバカなことをしようとしてないか。そういえば僕は虫が嫌いだ。小さくて数が多く群れをなして生きる、そういうものを取り除くと気分が良くなるんだ。そして今虫は誤ったところに足を踏み入れた。幸いそれらは全て正すことができる。僕は清く正しい答えを出してみせるよ。スカラマッシュ、スカラマッシュ、ダメだ、本当に消えたぞ。何かあいつを探す方法はないかな。まずい、本当に消えたぞ。私の声が聞こえる？あ、ナヒーダ！旅人にパイモン、そして残響は。先ほど何が起こったの？私は急に何らかの力に遮られてしまって。スカラマッシュの仕業だ。あいつがお前を締め出したんだ。想定外だわ。彼にはほとんど力が残っていないというのに、まだそんなことができたなんてね。もしかして破れた時に力の一部をこっそり隠していたの？それとも彼は全力を尽くして本来到達できない境地まで登ったのかしら。あいつどこへ行ったんだろう。うごめんなヒーダ、オイラたちが見張ってたのに。大丈夫よ。あなたたちが悪いわけじゃないわ。この先どうなるのか、私も完全に把握できているわけじゃないけど、私に任せて。そろそろ時間よ。私の導きに従って、一刻も早く世界樹の内部から離れましょう。
か？事態は急を要するけど、まずはここで休んでいてちょうだい。宿泊の手配はもうしてあるから、誰にも邪魔されないはずよ。ごめんなさい。今はまだあなたに来てもらう必要はないの。私がやるわ。ナヒーダ、そんなに深刻な状況なのかよ。お前は大丈夫なんだよな。あまり心配しないで。私の判断が正しければ、多少の波があれど大きな災いにはならない。無事の知らせが届くまで気力と体力を回復していてちょうだい。あ、声が消えた。なんかとんでもないことになったみたいだぞ。スカラマッシュの言ったことどういう意味だったんだ？それにさっきなんであいつはお前の手を掴んだんだよ。歴史を変えたい？でもそんなことできるわけないだろ。そうだろ、どうやったら歴史が変わるんだよ。すでに本当に起こったことなのに。例えばオイラがこの宿にある水を全部飲んだとして、それを証明できる人が誰もいなくたって、オイラは自分が水を飲んだっていうことを忘れないぞ。でもなんだか心配だ。なんかスカラマッシュがすごく恐ろしいことをしようとしてる気がするぞ。わけがわからない。ドア！ごめん、うっかりしてたぜ。スカラマッシュが変なこと言うからだ。でも自分を消すなんてことはどう考えてもありえないよな。もしかして世界樹の中だったらそれができるのか？ダメだ、頭がパンクしそうだぞ。あいつが何を考えてるのか全くわからない。なあ、もう嫌なやつだな。いっつもオイラたちに迷惑ばっかかけて。でもまさかそんなことを成功したりしないよな。そしたらあいつと関わりのあった人とかにも影響が出ちゃうのか。オイラたち本当に何もできないのかな。なあ、寝るしかないのかな。でもオイラ怖くて眠れないぞ。いっそおいしいもんの名前をあげて気をそらそうぜ。これでも効果がなかったらオイラここで怯え死ぬかも。じゃあオイラからな。一つ目はモンド風焼き魚、それから鶏肉と野生キノコの串焼き、午後のパンケーキ、ホワイトソースポトフ、松茸のバター焼き、それとジョジョジー杏仁豆腐満足サラダ、あと船長賞エビのポテト包み揚げ、リーユエサンス、ハスの実入り茶碗蒸し。おいら今何してたんだっけ。おいらなんか言ってたような。でも
急に内容を忘れちゃったんだ。なんだったっけ。え、スカラマッシュ？それも料理の名前か。変な名前だな。どうしたんだよ、さっきから目を見開いて。おいら、なんか変なことでも言ったのか。その残響って誰かの名前なのか。聞いた感じあだ名みたいだけど。え、おお、いいぜ。どこに行くんだ。お、いいけど、その表情、何か急な用事でもあるのか。久しぶりじゃな。もちろんだ、話してみろ。ほう、そんなことが聞きたいとはな。まあいい、知りたいならもう少し詳しく話してやろう。かつて稲妻に名を馳せた雷電五花伝、それはこの五つじゃった。雨の間、仏、一心、百目、千寿。この五つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それは多くの優秀な職人たちによってより優れたものへと磨き上げられた。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。現在も受け継がれているのは我々雨の間ただ一つのみじゃ。じゃが幸いにも近頃、楓原和葉が稲妻に戻り、一心殿の技術を受け継いだ。これにより五花伝もまだ二つは残っているということになる。わしの記憶が正しければ、彼が刀を打った時、お前もその場におったはずじゃが。そう言われたらオイラも思い出したぜ。確かにそんなことあったな。あの時は雷電五花伝が没落したことを聞いてすごく悲しかった記憶があるぞ。それがまた悲しい話なんだ。本来はわしなんぞが知る由もないことじゃが、それぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて、理由さえ知らぬのはどうかと思ってな。気になって楓原和葉に聞いたのだ。彼は同じ雷電五花伝の末裔として、わしには知る権利があると言った。まあお前に伝えても構わんじゃろう。ただ聞いて嬉しくなるような話でもないがな。雷電五花伝は猿刀工の末裔に報復されたんじゃ。その者は狂ったように殺しを行ったとされている。報復？どうしてだ？伝説によると、400年以上も前、タタラスナの炉心で事故が起こったらしい。現場にいたとある刀工が他の者を助けるため
危険を顧みず炉心の中へ飛び込んでいったと。タタラスナの鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。当時タタラスナを管理していた造幣士の神は庭という名字のもので、楓原と隕石の関係にあった。造幣士の神の庭様もその投稿と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、その時には二人はもう、投稿の一族は没落し、その者の息子は誰も面倒を見てくれぬ孤児となって、毎日を憎しみの中で生きるようになった。彼はこのことを稲妻全体のせいにした。父の死について無関心な将軍様を恨み、父を救ってくれなかった全てのものを憎んだんじゃ。じゃが無力な彼はその恨みを子孫に継がせることしかできなかった。こうしてその一族は代々恨みを背負い、苦しみの中を生きた。物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の当主は現状にひどく不満を感じておった。じゃがそれを好転させる力もなかった。やがて彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をした。雷電五華殿に復讐し、稲妻の鍛造事業の根幹を揺るがそうとしたのだ。その者は百目一族の出でありながら、自らの一族の職人まで殺めてしまった。百年ほど前、全ての攻撃を主導したのが彼じゃった。じゃが楓原家と上里家の末裔や刀工と対峙した折、そばに居合わせた者がおったことで、彼は猛烈な反撃に遭い、その場で死したとされておる。そのおかげで楓原が代表する一神流も壊滅を免れた。不幸中の幸いと言えるじゃろう。まだ他に聞いておきたいことはあるか？楓原和葉か。ちょうど昨日ここに来ておったぞ。世間話などして茶を飲んだ。様子を見るに元気そうじゃったな。気にするな。その表情だとまた他の場所に行くんだよな。イヒヒ、オイラって結構顔色を見るのがうまいだろ。じゃあ次の場所に出発だ。オイラはどこまでもお前の後についていくぜ。旅人、久しぶりだな。もし奉行様とお嬢様を探してるのなら、あいにく今は府中にいないんだ。公務に行ってるのか？ああ、奉行様は公務に行っている。お嬢様の方は奉行様の名代で会議に出席しているんだ。急用が…どうするんだ？中に入るか？他の人だったら当然ダメだが、君は奉行様やお嬢様とも親しい中にあるからな、問題はない。ありがとな。じゃあ中に入るぜ。おや、そのように私を見てどうしたんです？何か聞きたいことでも？いいですよ、お嬢様から聞いたことがあるので
あなたがあの旅人さんであることは知っていますよ。何を聞きたいのですか？あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。お嬢様は近頃さまざまな会議に出席しています。時には奉行様を手伝って民間の組合にも顔を出していらっしゃるんですよ。奉行様の方はというと、あなたもご存知の通り、相変わらずとても忙しくなさっております。ただ最近はご気分が良さそうでしたね。聞いた感じ、普段と変わらないってことか？ええ。どうだ、他に聞きたいことはあるか？どういたしまして。あなたがとても忙しいと伺っていなければ、奉行府によく来るようお誘いしていたところですよ。実のところお嬢様からよくあなたのことを伺うんですよ。あなたのようなお友達ができたことをとても嬉しく思っていらっしゃるようです。それにあなたがあらゆる面で素晴らしく尊敬できる方であるともおっしゃっていました。私もあなたが稲妻に来られてから様々なことが良い方向へと向かっているような気がします。もしかしたら貴人や縁あるお方というのはあなたのような方のことなのかもしれませんね。どれも心の底から思っていることですよ。普段奉行様がお食事をなさるときはいつも東馬様がおそばに付き添っていらっしゃるんです。その横でお二方のたわいのない話を聞くことが、私が最も安らぎを感じるひとときなんですよ。公務によってはやむなく外でお食事をされる時もあります。ただ奉行様は機会があれば府内へお戻りになられてお食事をされる方が好きなんです。奉行様が言うには、東馬様の料理の腕はおよその料理人よりも秀でているとのことです。奉行様はいつも家を思ってくださっているのですよ。ご存じないかもしれませんが、お二方はあなたのこともお話しされます。まるでとても長い付き合いで何でも話せるご友人についてのことのように語られるんですよ。お嬢様もたまにご一緒されることがあります。近頃何度か会った一家団らんのひとときには、いつも趣のある人や見聞についての話がありました。その中にはやはりどれもあなたがいたのです。先代奉行様と奥様が亡くなられてから上里家もこれだけの年月を歩んできたのですね。婆やの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってきました。彼らの身分であなたのような趣のあって頼りになるご友人ができるなんて本当に良いことです。もしお時間がありましたら、いつでも奉行府へ遊びに来てください。ぶしつけですが、婆やからのお願いだとでも思ってくださいな。それは良かったです。ありがとうございます。オイラここに来るのが好きだぜ。それにおばあさんも言ってたけど、シャブ行夫の料理ってすごいんだってな。オイラも食べたくなってきたぜ。今度ご飯を食べに、じゃなくて遊びに来ようぜ。ご飯の時間の時にな。もちろんいいですとも。歓迎いたしますよ。じゃあオイラたちはこの辺で失礼するぜ。でも、もうこれからどこに行けばいいんだ？うん、わかったぜ。じゃあな、おばあさん。見送りはしなくてもいいからな。ええ、わかりました。また今度お会いしましょう。二人とも、もう行くのか？うん、用事が済んだからな。心配しなくていいぞ。そうか、君たちの旅が順調であるよう祈るよ。
さようなら。旅が順調であるよう祈るよ。さようなら。ここに来たのって何か物を探すためか、それとも人探し。おや、旅人にパイモン。グザビエ、どうしてここにいるんだ。この近くで用事があってね。それに二人こそどうしてここへ。聞きたいことがあるんだ。もちろん、俺はここ一帯のロシンを研究したことがある。何が聞きたいんだ、遠慮せず聞いてくれ。当然さ、俺はこの近くを数えきれないほど歩いてきたからな。それに他の場所でもかつてタタラスナに住んでいた人の子孫に会ったことがある。彼らの口から語られるのはどれも全て真実の歴史さ。急にそう言われてもな、二言三言で説明しきれるもんじゃないんだぞ。知ってるだろ、タタラスナは歴史深い場所なんだ。俺の知る限り、タタラスナは鍛造精錬業の中心地区の一つとして数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだ。ただ炉心には2回ほど問題が発生していてな。2回？どの2回だ。ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。そういえば稲妻の人に聞いたんだが、タタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいな。どうやらこの2国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。聞けばそのフォンテーヌの職人というのも当時のタタラスナの重要な客人だったようだ。なあ、タタラスナに来て聞きたかったこと、グザビエに聞いてみたらどうだ？おお、二人は歴史を研究しているんだな。そうなんだよ。こいつ、今日はどうしたのか知らないけど、ずっと歴史について聞き回ってるんだ。ん？急に歴史について興味を持ち始めたのか？いいぞ、話してみろ。歌舞伎物、聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動をとるとかユニークな服装をする人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながらそのような人に会ったことはないし、タタラスナに関係のある話でそのような噂を聞いたこともない。なーに、どうってことないさ。もう行くのか。それじゃあな、グザビエ。おお、気にするな、役に立ててよかったよ。じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう、でもお前、今日は本当にどうしたんだ。なんか悩んでるみたいだけど。元気出せよな。何があってもオイラがそばにいるぜ。元気出せよ。どうしてもダメなら何か食べればいいんだ。お腹が減ったら戦はできないぞ。じゃあナヒーダに会いに行こうぜ。
人たちは。赤羽に沢だ。お前たちまだここにいたのか。ああ、もし時間があったらぜひまた僕たちの話に参加してくれ。いいけど、何を話せばいいんだ？もちろんこの前の話題さ。タタラスナについてまだ聞きたいことがあるんだよな。ひひ、オイラたちも話に混ざろうぜ。とはいえ進展はいまいちでな。ん？ああ、もちろん。僕のもいるかい？だっ、どうだ？そうだ、この前赤羽たちはもっと情報があったら教えてくれって言ってたよな。実はオイラたちちょうど稲妻から帰ってきたばかりなんだ。旅人、オイラたちの知ってることをこいつらに話してもいいか？まさか重要な情報か？話すと長くなるんだけど、実はオイラたち稲妻に友達がいて。おお、こんな話が聞けるなんてな、かたじけない。なるほど、すべての根源は復讐だったというわけか。雨の間の末裔が言うのならそれで間違いないだろう。はあ、結局お化けじゃなかったか。これらの情報は私の言説をさらに補強したと言える。見たか、当時の人にとって投稿がそれほど重要だったということだ。彼らを傷つけることは権力者への復讐と同義とさえ言われていたからな。分かった分かった、君の言う通りだ。だがそうだとしても僕が小説を書いちゃダメってことにはならないだろ。また議論を始めちゃったぞ。本当に熱心だな。あっと、すまない、自分たちだけで盛り上がってしまったな。情報助かったよ。いいってことよ、またな。また何か情報があったらぜひ教えてくれ。旅人、パイモン、最近はどうかしら？全然休めなかったぜ。あの日の夜にこいつと話をして気づいたらもう朝になってて、しかもその後すぐこいつが稲妻に行くって言い出したんだ。残響？聞いた感じでは何かのコードネームみたいね。表情が暗いけれど、何か言いたいことでもあるの？
び人？おい、どうしたんだよ。顔色が良くないぞ。そうだったの。つまりその残氷という名の人形は世界樹で自らを消し過去を変えようとしたのね。でもどうしてそいつはそんなことができたんだ？旅人の話によれば彼はもう少しでスメールの神になっていた。それは私の記憶と噛み合わないわ。私の記憶では私たちが打ち負かした機体の中には誰もいなかったもの。でも辻褄は合うわ。もし誰かが世界樹で自分の存在を徹底的に抹消したら世界もそれに伴って変わるでしょう。つまり本当にそんな人が存在してたけど、そいつが世界を変えちゃったせいでオイラたちも忘れたってことか？ええ、理論上にしか存在しない挙動だし、そんなことをする度胸のある者がいるかさえ不確かだけど、旅人はテイワットの外の世界から来たから世界樹に彼女についての情報はなかった。よって世界樹に対する改ざんもおのずと彼女には影響しない。もしこの世においてこのような形で改ざんされた過去を記録できる人がいたとしたら、それはあなたしかいないわ。本当に不思議な感覚ね。でもその残氷ってやつはなんでそんなことをしたんだよ。私も今ある情報からしか推測することはできないわ。彼が具体的にどんな人だったのか今はあなたしか覚えていないから。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはできなかった。そうね。残氷は自分が裏切られたわけではなかったと知って、物語にあった、かつてタタラスナで暮らしていた人を友とみなしたのかもしれないわ。そうして人間を憎む理由をなくした彼なら、かつての友を救おうとするのもおかしくはないわね。とても合理的で、どの点においても辻褄が合っている。残氷は博士の手伝いにより神になりかけた。だからこそ彼は世界樹とつながる権能を得たわけだけど、その権能のおかげで力が残り少ない状況であっても世界樹の中の記録を書き換えることに成功し自らを消した。確かに筋は通ってるけど、その人たちのおかげでいい結果になったわけでもないし、おいらこの感じなんか嫌だぞ。全力で何かやったのに結局何も得られなかったなんて。少し待ってちょうだい。確認したい情報があるの。
見つけた。おそらくこれね。やっぱり私の方でも尋常じゃない状況が起こっているわ。彼女の話を裏付けるには十分ね。何なんだ？私自身が保存した全ての情報の中に片隅に置かれた記録を見つけたの。あなたたちも見てちょうだい。童話？誰が書いたんだ？この記録を作ったのは私自身よ。え？ナヒーダの書いた童話がその残票と関係してるのか？旅人の話と合わせれば、私の残した物語は全てある特定の内容を指していることがわかるわ。待てよ、もしかしてその記録って事前に残してたものなのか？そう。たとえ他の記録にある残票と歌舞伎物についての内容が変更されても、私の手によって書き起こした物語に影響はないの。世界樹内の情報を変えることはテイワットを書き換えるのと同じ。でも世界樹は事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。この記録はきっと残票が世界樹に入る前の私が残したバックアップね。すごい方法だな。さすがナヒーダだぜ。旅人を残票と一緒に世界樹に入らせたのもその時の私が考えたもう一つの保険だったのでしょう。彼女なら全てを覚えていられるから。世界樹に今ある情報とこの記録で暗に語られている物語は互いに結びつきを持っているわ。それらにおける全ての異なる場所をつなぎ合わせれば彼女の言う残票が消した一生にたどり着くわ。野狐の皮をかぶった猛獣が狐の群れに紛れていた。彼らは昼夜を共にし互いを友と呼び合い仲睦まじくしていた。たまに猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ水中の自分に向かって嘆く。自分はこれほど不自然な存在なのに彼らは愚かでそれを見抜けない。実に残念だと。しかし猛獣はすぐにその考えをやめた。なぜなら狐の群れにいる衣類は彼だけではなかったのだ。もう一匹白い木から掘り出され人に見捨てられた子猫がいた。子猫は狐になりたかった。だけど子猫の尻尾は細くて短く色鮮やかな毛並みを生やすこともできない。他の狐はそれを見るとこう慰めた。だとしても君は僕たちの仲間だ。猛獣はそんな馴れ合いを嫌い山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。大きな火を消すには犠牲を払う必要があるからだ。一匹の灰色の狐が前に出て猛獣と話をした。いわく君は頭がいいからきっと僕たちを救う方法を思いつくはずだ。猛獣は微笑みながら灰色の狐を火のそばに連れ殺した。灰色の狐の心は透明で美しい無垢な雫に作り上げられた。猛獣はその雫を子猫に渡しこう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもってお前の狐の仲間たちのために死にに行くといい。火は消された。子猫はそこを離れ翼の折れた小鳥と共に暮らした。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし小鳥の寿命はあまりにも短くすぐに息を引き取った。
子猫は小鳥を埋葬し、その山を離れた。それから子猫は、山におけるすべての葉っぱも、すべての動物も愛すことはなかった。彼はいくつもの夜をさまよい、月に向かって牙を研いだ。子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。すべてが暗黒に戻れば、彼は快楽と安心を感じられる。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすれば、この世に鳥や狐、猫がいたことを知る者はいなくなる。その違いを知る者さえ。すべて思い出したわ。私が全力で残したバックアップは、残氷自身の記憶だった。神になるため、彼は大量の実験と改造を受け入れた。人形だったからこそ、あのような過酷な過程を耐えてこられたのね。この記憶は、当時の学者たちが彼から抽出したものよ。残氷を警戒していたから、これを残したのかもしれないわ。神を創造するのは第一歩に過ぎず、天地さえ神を操ろうとする者もいた。だからいつか使う時に備えて彼の記憶のバックアップを取ったのでしょう。私はそれらを自らの深い夢の中に保存した。そして書き起こした物語でさらに外部を包むことで改ざんされるのを防いだの。本当にそんな人がいたのか。そいつはオイラたちと何回も会ってて、いつもオイラたちと敵対してたのか。それなのにオイラは完全にそいつを忘れてた。まるで煙が消えるみたいに、最初から存在してなかったみたいに。残氷は降臨者に関する情報を探すのを手伝ってくれると約束したわ。それについての収穫はなかったけど、あなたの役に立つことはできたみたい。消失する前、彼は最も重要な手がかり、あなたの血縁者がかつてカーンルイヤに降臨したという情報を残してくれたわよね。ただ世界中にある情報の変化がファデュイの上層部にどれだけの影響を与えるかはまだ不明ね。彼らは組織内にかつてそのような執行官がいたことを覚えていないかもしれないわ。その話だとオイラはそいつのことが好きじゃなかったみたいだけど、だからってそんな結末もオイラは好きじゃないぞ。それこそが知恵が全ての問題に答えられるわけではないことの証明よ。私たちは凝視し、認知し、理解してもなお問題にとらわれる。答えは一つだけではないの。この世の生命が求めているのは、真実を追いかけ、困難を解決すること。真実をその人に返すのは、運命の選択権を渡すのと同じ。傍から見れば、無駄なことだったかもしれないけれど、こうして自分が思う通りに消えることができたのは、彼にとってきっとそれだけの意義があることだったのよ。忘れないで、たとえ暗黒の雲の下を歩んでいても、どれだけ道が困難でも、知恵の灯火が私たちを良き結果へと導いてくれるわ。そしてこれはあなたがずっとやってきたことでもある。おう、ナヒーダの言う通りだ。元気出せよな。この暗い話を続ける前に、今から何か食べに行ってもいいと思うぜ。いい考えね。タイモ、彼女を気晴らしに外に連れて行ってあげてくれないかしら。オイラに任せろ。ほらほら、複雑な気持ちなのはオイラも分かってるから。
今はちょっと外を歩こうぜ。グランドバザールの屋台で食べ物を買って気分転換しようぜ。あんなことを覚えてるのがお前だけなんて、確かにすごく悲しいよな。でもオイラがずっと一緒にいてやるぞ。一緒に話をしたらきっと良くなるさ。私はまだ調べたいことがあるわ。あなたたちは気分転換に行っててちょうだい。話を聞いてるのか？しょうがないな。じゃあちょっと待っててやるから、考え事が終わったら食べ物を買いに行くぞ。すみません、先ほどの帳簿に少し問題があったようなので見てもらえませんか？おい、ちょっと待てって。ん？僕を呼びましたか？お前のことじゃなくて、あのガキのことだ。見てなかったのか？あいつ店にある最後の2つの新鮮な夕暮れの実を取ってそのまま逃げちまったぞ。たくお前、働かせてもらってる身分でまたぼーっとしてたのか？よっぽどこの仕事が退屈か、それとも町のあれこれがそんなに気になるのか？僕の不注意です、すみません。あなたの言う通り、もしかしたら町で起きることがあまりにも興味深かったせいで、つい気がそれてしまったのかもしれません。すごく気になってるみたいだけど、あいつ誰なんだ？お前さん、本当に変わってるな。俺んとこに働きに来たくせに金はいらないと言ったのもそうだが、何をやらせてもいろんなものに好奇心が向いて拉致が開かねえ。別にこっちも利用しようなんて気はないし、払うべき賃金はきちんと払うが、いつまでもそんな感じじゃこっちも生産に困るんだよ。いえ、お金はいりません。よそから来た僕を働かせてくださりありがとうございます。そんな言い方をされてもな。ほら、
夕暮れの実だってなくなっちまっただろう。夕方には町にいるご婦人に詰め合わせを届けなくちゃならないのに。欠けた品は僕が探してきます。ここでしばらく待っていてください。待て、この際だからはっきり言おう。金を欲しがらない労働者に会ったのはこれが初めてだし、確かにちょっと得しようという気はなくもなかった。だが見てるとお前さんは本当に何も欲しがらないじゃないか。金もいらない、休みもいらない。時間ができたら辺りをほっつき歩き見て回る。お前さん放浪でもしてるのか。いかにも。その通りです。僕のことは後にしましょう。今は品物の方が先です。夕暮れの実でしたね。任せてください。おい、どうするんだ。おう、こっそり近づこうぜ。気づかれるなよ。これでいいでしょ。あれが残票だってのは分かったけど、オイラたちどうするんだ。あいつから夕暮れの実を奪うとかか。んー、それはちょっとひどくないか。うぅ、分かったよ。数に問題はありませんね。洗った方がいいでしょうか。そこの二人、僕の後をついてきて何か用事でもあるんですか。うえ、気づかれたぞ。町からここまでずっといたでしょ。気づかない方が難しい。もしかしてどこかで会ったことありますか。いや、その目、僕のことを知っているんですね。しかし僕にはさっぱり覚えがありませんが。本当に知ってたんだな。すみませんが、そのような話を信じることはできません。人形？そんな風には見えないけど。え？その表情、お前本当に人形だったのか。どうやら僕を知っているのは確かなようですね。僕がほとんど他人には言わないことまで知っているようだ。僕はただの放浪者に過ぎません。ただその様子からして僕に会いに来たのには何か重要なわけがあるのでしょ。いいですよ。ただまずはこの品物を届けに戻ってもいいでしょうか。本当にあの店長の使いっ走りになってるのか。金はいらないって言ってたけど本当か。はい、辺りをさまよっていた時、野外であの方に出会って荷車で雨宿りをしてもいいと言われました。その礼として彼を手伝っているのです。意外といいやつだったんだな。品を届け終えたらあなたと一緒に行きます。それでいいですね。じゃあまずは町に戻ろうぜ。you
すみません。ここに置いておきます。本当に取りに行ったのか。あ？この二人は？この二人が僕に用があるそうで、少し離れる必要があります。すみませんが、しばらくは店番を休みます。ちょうど賃金を払おうと思ってたところだ。どこへだって行きたい場所に行くといい。俺んとこにずっといる必要はないんだ。え？知ってるさ。お前さんが俺の手伝いをしてるのは、雨宿りをさせたことへの礼だってな。な、金も受け取ろうとしねえのはそのせいだろ。そういえばあの日はあんなに雨が激しかったのに、お前さんはのこのことゆっくり気ままに歩いてたな。雨に濡れるのも気にせず、急いで行くような場所があるようにも見えなかった。おかしいだろ、目的地もないのに。なぜ雨の中を歩く必要がある？急いでるわけでもないのに、なぜ雨に濡れながら外にいるんだ？ああ。だが、俺がお前さんを引き取ったのは、ただのついでだ。大した骨折りでもないし、恩に切られる筋合いもない。自分の時間と生活を大切にするといい。しかし僕には、そんなもの。いえ、あなたの言う通りですね。ここでお別れしましょう。町へ連れてきてくれてありがとうございました。気にするな。これでもたくさん人を見てきたが、なんてことはない。お前さんが自分の歩む道を見つけられることを祈ってるよ。感謝します。さて、待っていてくれてありがとうございました。行きましょ。どうしたの？あら？あなたは？こんにちは。急に伺ってすみません。オイラたち、街でこいつに会ったんだけど、何も覚えてないみたいで、とにかくいろんなことが起こったんだ。つまりあなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると。私の知る限り、そういったものは修験者と呼ばれているはずだけれど、どうして自分を放浪者だと呼んでいるのかしら。はい、こちらの方が僕のようなものに合っているかと思いましたので。まるで寝なし草のような名前で。しかしこの二人は僕を知っているようなのです。しかも他のものは知らない、僕の過去まで。過去というより、説明するのがとても難しいわ。このような言葉を使うのはあまり好きではないのだけど、あなたの状況だと、もしかしたら前哨と呼んだ方がいいのかもしれないわ。前世みたいな感じか？ええ、昔というにはずっと距離が遠く、あなた自身には全く知りえない状況のことね。聞きたいのですが、その前哨における僕はどんな人だったのですか？そうですか、わかりました。何か言いたげなのにそれを言うのが忍びない。どうやら
全勝の僕はとても褒められたようなものではなかったようですね。言いにくいのはそのことが今の僕に大きなショックを与えてしまうからなのでしょう。けれど僕は受け入れられます。真実を教えてください。そんなに真実が気になるの？はい。じゃあはっきり言うわね。全勝でのあなたは悪とされることを数多くしていたわ。あなたは他者によって死にかけ、他者もあなたのせいで死んだ。人ならざる者として生まれ、神を憎み人間を嫌った。あなたは終始さまよい。たとえ居場所や身分を手に入れても立ち止まる理由を見つけられなかった。なぜならその時のあなたは自分に心が欠けていると思い込んで疑わなかったから。執着という根は時として茎を伝って苦き果実を実らせる。合衆から逃れられない以上、あなたが喜びを感じることはないわ。全てを使い果たして歴史を少し揺さぶっただけですか。結果だけ見れば確かにそうだと言えるわね。今聞いた一切を単に正しいか間違いかで判断することは僕にはできません。人の行ういかなる選択も時と場所によって決まる。因が果をもたらし、財が重なり業となる。真理とはもとよりそういうものよ。正しさもあればそれ相応の間違いもある。でも万象と万物は生まれながらにして複雑であり、こういった対立的な概念だけではっきりとするようなものじゃないわ。全勝の僕は皆から好かれていなかったようですね。別に傷つけようとしてるわけじゃないんだ。ただオイラたちにとっては確かにそうだったってだけで。しかし今僕のために真実を取り戻してくれたのは敵であったあなたたちではないですか。なあ、もうこいつってただ敵と全く同じ見た目ってだけの知らない人だろ。全くの無実じゃないとは思うけど、かといって問い詰めることもできない。すごく変な感覚だぞ。クラクサ・ナリデビ様、知恵の神であるあなたが言うのならそれは全て真実なのでしょ。ええ、全て真実よ。あなたさえよければ真実の記憶を見せてもいいわ。はい、この目で直々に見届け、斧が罪悪を直接経験したいと思います。たとえ今のあなたの精神がそれにより鞭打たれることになっても。僕は人形、心も名もないただの人形です。逃れられない因果を除いて僕を動かし満たすものは何もありません。ならあなたの願いを叶えてあげるわ。ちょっと待った、オイラたちもついていくべきじゃないか。グランドバザールからこいつを連れてきたのはオイラたちだし。心配はいりません。たとえ危険にあってもそれはもとより僕が受けるべきものです。旅人、私の代わりにこの過程を見届けてきてくれるかしら。そうだな。お前は今状況が特殊だから、オイラたちがナヒーダの代わりに見張っててやるぜ。うん、わかりました。ありがとう。じゃあ準備をお願いね。
ここって稲妻みたいだな。あなたたちのいる空間は私が記憶の内容を抽出して再現した無境よ。記憶を見れば真実を知ることができるけど、記憶にある敵の映像を怒らせてしまうこともあるから、安全には気をつけてね。まるで本当にその場にいるような感覚だ。オイラたちも来てよかったぜ。僕にそこまでしてくれる必要はありません。僕は守るに値する対象ではないんですから。でもオイラたち、途中でやめるようなことはしないんだ。前はお前が原因でやるべきことが途中で止まっちゃったからな。そうですか、ありがとうございます。放浪者、ここは雷神が残票を安置した場所、借景の館よ。あなたの前哨はここに大量の記憶を残しているわ。それってある意味ここがこいつの出身地ってことか。そうとも言えるわね。理由はすぐにわかるわ。足音がするようです。崩れた岩の後ろにこんな大きな空間があったなんてな。まさか消化骨髄を採掘していた隊が残したのか。いや違うな、内部の作りは完璧で保存状態もいい。普通の人間にできることではない。どうしてこんなところに人が倒れてるんだ。君は喋れるのか。どうしたんだ、怪我をしてここから出られないのか。いや怪我はないな。それにこの身分の高そうな服、一体何者なんだ。この男はカツラギといって、トラチオの養子である神輿長政の助手だったの。彼は借景の館に残されていた残票を見つけ、タタラスナに運んだんだわ。それによってその後の全てが起こったんだよな。改ざんされていない記録の中では、カツラギは長政に殺されたわ。外に連れてってやる、仲間が近くにいるんだ。もう少しだけ耐えてくれ。タタラスナ事件において責任者であった丹羽は職人に偽装した博士に殺害され、当時歌舞伎者と称されていた残票は行方不明となった。そして神輿長政は2番目の責任者として責任を負う必要があったの。葛城はかつて長政に助けられたことで長政に忠実を誓っていた。そんな葛城の揺るがない決意により、長政に自分を殺させ、タタラスナ事件の幕を閉じさせたの。カツラギって人、いい人だったんだな。見た目は無人のようですが、慈愛に満ちた顔立ちです。どうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょう。長政様、この衣を崩れた洞窟で見つけました。自分の名前も覚えていないようです。名前がないと困るだろうに。先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが。構わない、それでいい。カツラギ、こっちに仲間が増えたことを三輪様に報告してきてくれ。綺麗だね。人はいないけど。
君と同じで僕も捨てられたんだ。当時僕はここに住んでた。いい場所でもないからここに引っ越してくることはないよ。うん、聞いたんだけど僕のお父さんとお母さんは二人とも刀を打ってたんだってさ。でも工場の管理人さんが亡くなって、お父さんも病で倒れてお父さんも僕と同じようにいつも咳をしてたらしい。それからお母さんも同じように咳が止まらなくなって。でも君はそうなってはならない。僕との約束を守ってよ。うん、僕たちはもう家族だからずっと一緒だよ。この子には名前がない。というよりザンヒョウも彼の名前を知らなかった。彼の父親は彼に名前をつける前に亡くなったの。母親が亡くなってからこの子はかやぶきの小屋に一人残され、隣人に育てられた。そしてタタラスナを離れたザンヒョウは偶然にも自分と同じく名前のない彼に出会い、彼と約束を交わして一緒に暮らした。その子供って最後は幼くして病で亡くなったわ。ある日ザンヒョウが家に帰ると彼が息を引き取っていることに気づいたの。おい、一体どうしたんだ、返事をしろ。家族のように一緒に暮らすと約束したのに、結局君も庭たちのように僕を裏切るんだね。声が途絶えた。どうやら記憶はここまでのようですね。引き続き進もうぜ。どうして僕の行く先を阻む？阻んでいるわけでは。待っているのだ。貴様の正体は一種の武器。鋼鉄の意志のために刺激されることも、そのまま放浪を続けることもできる。僕は仲間に引き込もうと。犯行の運命はすでに幕を開けた。責任を負う。祝宴に参加しようでは。呪言、律令。風だ！とても暗い場所です。あ、ここなら知ってるぞ。稲妻の邪眼工場だな。改ざんされていない記録の中では、旅人はかつてこの地でザンヒョウに会ったわ。嫌な感じだ。見覚えがあるぜ。
つまり親愛なる淑女様は、あのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか？もうあんたの手下なのよ。蔑んで何かいいことがあるのかしら。認めたくないようだけど、あんたも計画の一環なんだから。それともアビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。本当によく舌が回るようだね。もっともその口で得をしたことはほとんどないみたいだけど、これからの任務に向けて少し気持ちの持ちようを変えることをおすすめするよ。言われなくてもこれから何があるかくらい知ってるわよ。そうかな。あえてもう一言だけ言っておこう。自分が無敵だなんて思わないことだね。ましてや感情に任せて物事を処理するなんてもってのほかだ。あら、私を心配してくれているのかしら。まさか。君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ。君の他人に迷惑をかける能力は公私といい勝負だからね。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって捨てられたものとしてもっとひどいことをしたいと思ってるんじゃない？覚えてるかしら、稲妻にいたあの時、刀工を何人も殺したんでしょ。雷電五花殿の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあら、その表情。過去を追想するのはやめた方がいいわよ。そろそろそのかわいそうな舌をしまって毒を吐くのをやめてちょうだい。それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって？体中に火のついた女の分際でよくも僕にそんなことが言えるな。まあいい、誰かがここを見つけるのも時間の問題だ。その時が来たらどんな表情で出迎えてあげようか。陰謀はことここに至ってもまだ断ち切られていないわ。引き続き次の話を体験するけど、放浪者まだ耐えられるかしら。はい、心配はいりません。どうして黙って私を見てるのかしら。もっと人に好かれるように振る舞おうとか思わないわけ？僕の義務は君に好かれることじゃない。それに君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろ、魔女さん。迷子のお人形が第6位に上がれたのだって他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで烈焰と交流している気分になるね。だけどお互い殺し合う前にまずはやるべき責務を果たした方がいい。正論派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ。いつから始めるんだ？もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。
生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ、単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ、博士。お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だ。お前のおかげで私はより多くの情報を手に入れられる。だが、あの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで知識の純度を上げるのも難しくなってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい？私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確かにお前は役に立つが、だからといってお前が不滅だということにはならない。また博士だ。嫌な感じの場面だぜ。あのものからはとても深い邪悪の気配がします。あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ、オイラもな。引き続き進みましょう。神様、あなたは僕が悪であると思いますか？あれらがあなたであると認めるなら、悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に違いはあるのでしょうか？あなたにとっての前哨や他哨の自分は、あなたと何か違いはある？もしもないとしたら、人と人形だって何も違いはないと思わないかしら。人の世の冷暖に耐え、喜怒哀楽を味わう者は人である。そして生老病死を憎み、愛し泣き怒る者も同じく人よ。僕は十分に多くの過去を見ました。もし可能ならば、僕が背負うはずだったあれらの罪を取り戻したいと思います。どんな結果になろうと、僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもりはありません。これは当然の報い、受けるべきものです。その記憶を僕に渡してくれませんか？え、でもそれじゃあお前は今の身分を失うってことだろ？僕は常々、人という生命個体はある法則に従ってなると思っています。それは過去の経験の集積です。僕は人形として世に生まれましたが、同じ法則を背負っています。記憶を取り戻すことは、あなたを完全に前哨の位置に戻すことを意味するわ。あなたによって捨てられた感情も全てあなたの体内へと戻る。本当にいいのね？もとよりこの胸に開いた穴と共に生きてきました。人形を想像した者は僕を必要としなかった。目覚めた後、僕は放浪を始めました。それからあなたたちに出会って気づいたのです。この失われた罪こそ、あるいは僕が僕になれるきっかけかもしれないと。僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく、修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでした。どうやらそれこそ僕が自らに招いた呪いなのでしょう。だからお願いです、宿命を変える意味を僕に与え、僕の放浪を終わらせてください。わかったわ。
すでに決心したのならこれらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？これは？お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよ。だからこそ、ここで終わるわけにはいかないんだ！愚か者め、僕の視界から消え失せろ。消えた。オイラたちの勝ちか。聞くまでもないだろ。僕がそいつに負けるはずがない。言葉遣いが戻ってきたな。自分を取り戻したみたいだ。でもあの中にいたのもお前だろ。そんなに自慢できることかよ。悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。その言い方
まるで僕を心配してるみたいじゃないか。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても、君のおかげで多くの真実を知ることができた。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。この無教も使命を果たせたわ。行こう。話は外に出てからだ。おかえりなさい、旅人タイモン、そしてザンヒョ。なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。疲れたぜ。もしかしてこの名前は不満かしら。別に、ただそろそろ名前を変えなくてはと思ってね。博士があれだけのことをしたと知った今、引き続き彼と関係のある称号を使うわけがないだろう。僕がファデュイの方に戻ることはないし、そのつもりもない。きっと多くの人がこの件に影響されたから。そもそも第6位が誰だったか覚えてるとも限らないしね。つまりファデュイを離れるってことか。君の言う通りだ、クラクサナリデビ。全てが無駄に見えたとしても意味がないとは限らない。少なくとも多くの人に僕のことを忘れさせることができた。だからといってあなたの身から過去が消えるわけではないわ。それはもちろんさ。それからあなたが全力を尽くして追い求めていたこと、その最も革新的な目的はまだ達成されていない。その点についても分かってほしいわ。世界を変え、過去を変え、他人の運命を変えるのはそんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って動くことはないわ。そうだね。本当に笑えるよ。そこまでやってこんな結果になったこと後悔してないのか。たとえ僕に何の価値がなくても、この世において後悔に値することなんて最初からないのさ。クラクサナリデビ、世界中にあった情報は君がわざとあそこに残したんだね。できる限りあなたが自然に情報を得られるようだいぶ工夫したんだから。どうしてそこまでするんだ。僕を抱き込むつもりか。これは正直に言うべきね。過去の経歴によってあなたは私にとってもスメールにとっても有用な個体となったの。あなたを仲間にすることは確かに私の計画の一部だった。でもその前に私は過去の真実をあなたに教えたかったの。もし利用するだけなら私は博士と何も変わらなくなってしまうから。本当に冴えているようだ。これは私が持つべき美徳なのかもしれないわね。他者にとって有用であること、それが価値というものだ。だからこそ罪人であっても僕は再び利用される理由を手に入れられたというわけだ。ああそうか、危うく忘れるところだったよ。君たちは正義の側で僕とは違っていたんだっけ。悪いけど僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も全部が全部打算だとは思ってないよ。君のその知恵が優れた助っ人を持つことを定めたんだからね。そう思ってくれてよかったわ、旅人。これから私は世界中に深く隠された秘密をより一層研究し
発掘しようと思うの。もちろん世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもね。その前後に何があるのか私も知りたいもの。ええ、旅人、僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行った？だから彼らに変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ助けてもらったわけだし、この恩は全力を尽くして返そう。個体と個体の間には借りと、それを返すだけの関係しかないんだ。僕たちはいずれ必ず貸し借りのない関係になる。気にする必要はない。そうではないわ。人と人との関係は決して簡単に白紙に戻せるようなものではないの。あなたもきっと感じたことがあるでしょう。あなたの人生に現れた人は水滴が蒸発するように消えはしない。この世には本当に貸し借りのない関係なんてないのよ。取り返しのつかないことや変えられないことがあるからこそ、人の世には感情が芽吹くの。あなたの感じるものは全て真実であって、あなたの犯した過ちが補われることはない。亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ。人間になるかどうかはあなたが選んでちょうだい。心臓のない人間なんていないだろ。それに僕はとっくに人間になろうなんて考えるのはやめてるんだ。あなたは心臓がなくても苦痛を理解することができる。あなたはただ感情を封じ込めているだけよ。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分に長いのであれば、過去は相対的にごく短い区間に過ぎないわ。どうやら僕をどうするべきかもう考えてあるようだね。いろんなことが混ざって難しい話になってるけど、一番重要なのはナヒーダについていった方がいいってことだな。じゃないとオイラたちもなんでここまでしたのかわからなくなっちゃうぞ。だったら君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして自分に新しい名前でもつけてみるのはどう？早く早く、オイラもお前にひっどいあだ名をつけてやる。なんだって？だってオイラまだお前のことあんまり好きじゃないし。なら今後はあまり会わない方がいいかもね。名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言わなかったけど、あなたがそう考えていることは知っているわ。今回は彼女とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、どんな名前にするか決められないのなら彼女たちの意見を聞いてみるといいわ。ダメだ、オイラあだ名しかつけられない。まともな名前は無理だぞ。お前に任せるぜ。思いついたかい？
決まったかい？君の言う通りにしよう。これであなたも名前を持つ人間になったわね。あだ名はもう思いついたかい？まだ考えてるんだ。そうせかすなって。ゆっくり考えるといいよ。思いつくまでは僕たちはしばらく会わなくて済む。僕を不幸に陥れた者たちにはいつか代価を払ってもらうさ。ファデュイのことか？少なくとも博士はね。立場が変わったわね。あなたのこれからの道もそれに合わせて変わっていくと思うわ。でもそれは今すぐというわけじゃない。今はまだ時間をかけて自分自身を整理する必要があると思うわ。もう一つ、今の稲妻にはまだライデン五花伝の末裔が少しいたね。彼らの中には僕とライデン五花伝の関係を知っている、いや知るべきだった人がいるはずだ。僕はしばらくスメールを離れるつもりはない。もしも君が稲妻で彼らを見かけたら教えてやるといい。僕こそがライデン五花伝を失墜させた元凶だとね。たとえこのことが世界から抹消されたとしても彼らには真実を知る権利がある。なるほど、それがあなたの選択なのね。え、でもそうなったら。なんてことはないさ。彼らが望むなら刀で僕の胸を突き刺しても構わない。というより本来そうするべきだったんだ。なんだいその目は。そんな顔をしないでくれ。僕は自分が何をしているか知ってるよ。その日はいつか来る。話は終わりだよ。またね、賢明なる神、そして君たちも。言っちゃったな。最近の出来事は彼にとっていきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうね。そんなこと誰でも気持ちの整理には時間がかかるわ。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。これでやっとご飯を食べに行けるよな。おいら腹ペコだぞ。お疲れ様。落ち着ける場所を探して存分に休みましょう。思いついた。神輿長政を小説の最後に持ってこよう。つまり物語の他の登場人物はもういないということか？そうだ。神輿長政は最後まで寿命を全うしたらしいから、最後を飾る叙述者にぴったりだと思ったんだ。異様な雰囲気は消え去った。だがこれから先何十年と、この剣はまるで暗雲のように神輿長政の心にまとわりつくのだった。年老いた彼はある日夢を見た。大たたら長政という宝刀が作られたその日の夜、皆は喜びに踊り、絵を描き、舞い、酒を飲んだ。すべての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と化し、神輿長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった。人生という道は長い。そのことを何か言おうとした時には、すでにどう表現すればいいかわからなくなっていた。
着くと急にお腹が空いて疲れが出てくるな。おお、やったぜ。あれ、この瓶誰かが掃除の時に割っちゃったのか。でも掃除が来るなんて聞いてないけどな。どうやら戸惑っているようね。気持ちはよくわかるわ。これを知れば誰だって頭を抱えるはずだもの。え、誰かがオイラたちの耳元で話してる。でも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。神ならばまだ少し可能性があるけど、そうでないなら難しいわね。小さな動物が木にぶつかれば木は揺れる。でも傾きと位置が変わることは別のものなの。運命もそれと同じね。まさに瓶が床に落ちるように、猫が割ったものでも鳥が割ったものでも割れたという結果に変わりはない。そうでしょ？お前誰なんだよ。どうしてそんなこと知ってるんだ。歴史は簡単には変わらないけれど、人々の心は変わる。自分の目を信じて。目に見えるものこそが真実であり、見えないものは全て虚言よ。途絶えた。さっきの人一体誰だったんだ。急に出てきて怖いこと言って何なんだよ。瓶も床で砕けたままだし、誰か呼んで掃除してもらうか。なんかこのまま放っておくのは気持ち悪いんだ。おいらちょっくら行ってくるぜ。自分の目で見てこそ世界の美しさを感じる。